私の彼氏大好きキューうんね明日って何してるえよいや明日早く帰ってくるならあなたの大好きなものたくさん作って待ってようかなって思って 私、明日有休取ってるんだ。うん。え明日遅いなんで私何も聞いてないけど。明日何があるの 同窓会 <laughs> まさかまさかだけどあなたその同窓会に行くつもりないよね <laughs> 行くわけないよねだって約束したもんね私と。 忘れたそれとも忘れたふりしてる <laughs> 私以外の女がいる飲み会は参加しないって約束したよねまああなたのことだからもちろんその同窓会には欠席すると思うけど ってことは、私もあなたも、明日の夜は、空いてるってわけか。食 <laughs> べびっきり美味しいものを作っちゃおーっと。ええ、なにその顔。も、もしかして行こうとしてる なんでいけるウフフああ<ー笑>そういうことね <laughs> だからあなたは前日まで同窓会あること言わなかったんだ私を満足させた後ならあなたのお願い何でも聞いてあげるって 思っちゃったんだ。<laughs> 同窓会に行かせるわけないじゃん。<laughs> 甘いね。そんなことじゃオッケーするわけないじゃん。<laughs> っていうか何あなた、私がいるのに他の女の子とも飲み会に行きたいってわけ なんだ <laughs> じゃあ明日家から出れないように手足縛りつけちゃおっかな <laughs> 大丈夫大丈夫会社には私から連絡しとくからさすいません今日は体調崩して家から出れないみたいですって <laughs> だから安心して え何行かせるわけないでしょへえ私がいるのに他の女の子と一緒にお酒飲みたいんだその間私がどんな気持ちであなたの帰りを待つかって分かってる私の気持ち考えたことあるねえ あなたのこと世界で一番好きなのはこの私なの。わかってるよね。それなのに、他の女の子にも慰めてもらおうなんて。もしそんなこと思ってたとしたら、あなたと話した女の子一人ずつ <laughs>、どうしちゃおうかな。 私は許せないの。私以外の女の子と話すことが許せない。あなたのこと大好きだから嫉妬する。もしあなたが他の女の子と話そうものなら、私その女の子に何するか分かんないよ。 なのねえ分かってよ私の気持ちさどうして分かってくれないのダメだよだって私の彼氏だもん嫌だ同窓会には行かせない それでもあなたがどうしても同窓会に来たいって言うなら首にたくさんキスマークつけて。 ビビってるのもしかして引いてるどうしてどうしてそんな顔するの私はあなたのこと大大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 大好きなんだよだからこういうことになってるのにさなんであなたは素直に喜べないの あなたがいなきゃ生きていけないのに。やだ、やだ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 。他のことお酒飲んで楽しそうに話してるがあなたを想像するだけで。胸が苦しくてもう無理。ダメ。行かないで。同窓会に行かないで。せっかくの、せっかくの夜なんだし。明日もあなたと一緒にいたい。 ね、それでも行くっていうならあなたが明日動けないぐらいめちゃくちゃにしちゃおうかな <laughs>